顔よ。何？現在朝7時ですね。おじちゃん。何？気持ちいいそれ。何？おじちゃん。すみません。はい、いえいえ。現在朝7時ですね。はい。今から窓行きます。行きましょう。ね、白柿さやかさん、はるばる。はるばる。なんでおんすか。ねえ、さすがさま決まってるじゃないですか。いや、さすがっすわ。ね、多分ね、アマドに来る人みんなびっくりすると思うよ。マジで。サプライズが過ぎるってことで。ね、今日はちょっとまた、ね、実はですね、深夜夜通しミニ四駆やってましてね、さっきまで。はい、ね、もう非常に。ね、楽しんできて、はい、もう今ハイになってますけどもね、はい、またこれから、朝9時半から5時ぐらいまでミニ四駆ということで、振り出しに戻ったみたいな感じ。そうですね、はい、うん、今まで、合計10時間ミニ四駆やってみましたけども、またこれから、7時間ぐらいミニ四駆あるの、はい、8時間ぐらいあるので、ね、よろしくお願いします、ね、ぜひどうもアマゾンの方でも楽しんでくれてください。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、です、僕らは7時半ぐらい。おはようございます。はい、7時半から来ますよ、ね、出てないです。電池切れますよ。電池垂れそう、うん、いやいや、もうね、会場の熱気聞いたらもうギンギンっす。あんた前回、はい、2人で MC してギリギリやって、うん、2人とも喉死んだから。そう、あの時寒かったから。今日はほら、あの雨という湿気が僕たちの喉を潤してくれる。なるほど、うん、からのもう頑張ろう今日ね。今日1時頑張ろう。じゃあ今日頑張りましょう、ね、はい、お願いします。なんか貼り付けされてる人みたいな。はい。何それ？え？何それ？屋台が出てて、ちょっとやっぱ遊ばないといけないから。まあ、分かるけど、もうベビーカステラック出るじゃん。アマゾンの楽しさを伝えるにはもうアマゾンで遊ぶしかない。まあ、屋台に出てますからね。どうで？ペロペロキャンディーよ、俺も。ザペロペロキャンディー。まあ、のだめ、どんどん。そう、いや、うまそう。やばす。熱いわ。これ熱いわ。あれ、何あれ。ビー玉あれ。え、これは、スーパーボールすくいです。これがスーパーボールすくいの、スーパーボールをもらったバージョン。で、スーパーボールをもらわなかったらこれがもらえます。あ、なるほど、かわいいわ。あら、かわいい。あら、かわいいな。今日は、1日これでいます。マジか。あ、闇市までそれですよ、ずっと。いや、それちょっと、ついてカメラ。え、見て、ほら、たこ焼きも、でっかいの。でっかいな、これは。で、しかもね、6個で300円。あ、安っ。価格設定がね、だいぶバグってる。うん、美味しそう。8個で400円。やば、2個100円だもんね。そうですよね。そう考えると。やばっす。でも激アツなんだけど。やばそう。あの、事故起こさないでください。うん。ドフ。半分に割るんすわ。ドフってないぞ。ドフ。FT さやか。ドフ。ドフ T さやかになる。FT さやか。いただきます。はい。事故起こすやつでした。おいしい。無理無理。さあ、僕らもご飯食べましょうか。、はい、一緒に行こうか。後半戦でした。何者かってやつは日本の選手、エントリーナンバー83番の選手、おめでとうございます。これ見た、朝も見た、これ。あれから
あれから何時間後？何時間のもう。あれから8時間後ぐらい。じゃあ10時間後ですよ。10時間後ですか。うわー。うわー、やばい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ほんまにね、熱いイベントでしたね。熱かったですね。あんまりエンドハザル、ありがとうございました、本当にね。もう皆さん、びっくりしたから。って。白っ子さんとサーが咲いてる。ねえ、ということで、本当にありがとうございました、本当に、ね。昨日から今日までね。まあ、今から、美味しい焼肉を。お食べに行くということで。幸せだ。幸せだな。竹尾さんこうしてても全然わからないですよ。ずっと僕うんって。なんならちょっと画面が揺れる。うんうんうんって。お疲れ様でした。行きましょう。せっす。